ヘキサシクリノールは、新近ペイにするディッシュから単理された天然物である。2006年にジョン・ポルコ・ジュニアによって全合成されるまで、その提案された化学構造について激しい論争があった。グリーフによって提案され、ラクレールが合成したと主張したヘキサシクリノールの構造天然物科学者のウド、グリーフはシベリアの倒木から、P。 ルディッシュハッキー0254の資料を収集し、この資料からヘキサシクリノールを管理した。グリーフのグループの2002年の論文は、この化合物が癌細胞株に対する構造食材として働くことを示し、2位の化学構造を提案した。2006年にジェームズ・ジェラクレールによって、1H 核磁気共鳴スペクトルに基づいて、グリーフの提案した構造を合成したと主張する。 最初の全合成論文は発表された。天然物科学者のスコット・ D ・リクナフスキーは、グレイフによって提案された構造の13進角時期、共鳴スペクトルのシミュレーションを行い、ラクレールによって合成されたと主張されている構造の、スペクトルと一致しないことを見出した。リクナフスキーは、ピールディッシュの異なる禁止から単離された、パネポフェナントリンに基づいて、異なる、 構造1を提案した。科学会では、その後、ラクレールの研究について図算、あるいはラクレールがデータを鉄造したとして、批判が始まった。ラクレールの2006年の論文は、2012年に撤回された。2006年、ジョン・ポルコ・ジュニアのグループが、リクナフスキーの提案した構造を合成した。ポルコ・ジュニアらは、1A1 並び 23C。 NMR スペクトルがグレイフによって単理された化合物のものと一致することを示し、リクナフスキーの構造を裏付けた。ラクレールは、二つの構造が異性体であったために似た 1HNMR スペクトルを持っていた可能性がある、と主張した。しかしながら、サイエリート・バーニョによる2009年の論文では、化合物1と2の 1H 並びに 13C。 NMR スペクトルには顕著な違いがある、と計算科学的手法によって予測されている。ありがとうございます。